ビフォーアフターを撮り忘れるとこでした。ちょっとそっち半分抜いたんですけど、今日はこんな感じから始めてます。こんにちは、姫路オフィスです。ケンシンです。やっとケンシンと現れました。この2週間ブラッシングもちょっとできなかったんでやってないです。で、今日は全部やるんですけど、まあ3回ぐらいに分けてご紹介しようかな。耳、顔、肩の部分、まあボディの部分の2回ぐらいかな。2つに1日でやるんですけど、動画を1、2回に分けたいと思います。で、今日はもうシャンプーまでしてるんで、ちょっとパウダーちょっと使おうかな。こういう滑り止めのチョークを使うと、毛が抜けやすくなる。もう結構耳とベリーショートの部分は全然触ってなかったんで、だいぶ伸びてます。なんでしっかりめに今回は塗っています。前回も動画でお話しした通り、なんで抜いてなかったかって言ったら、そのコートの層をちょっと合わせたいな、合わせたいっていうか、今後作りやすくするために残してます。痛いね。ごめんね。やっとね、梅雨入りして、今週は九州というか佐賀県はずっと雨です。嫌だね。嫌な時期ですね。ジメッとして。ワンちゃんも体調崩しやすいんで気をつけてください。でね、ここの耳の頭と耳の境目っていうのはしっかりっていうか綺麗に抜いてあげといた方がメリハリあってかっこよくなります。今からおそらく無言になるので、耳の部分は、まあ、こんな感じできちんと指入れて巻いて、ね、で耳のこの縁、裏の縁とかも綺麗に毛の流れに沿って抜いていってほしいんですけど、気をつけていただきたいのがここね、こうやって耳の皮が耳たぶっていうとかな、三層になってます。なんでここを間違ってガリッと強めに抜いてしまったら血が止まらなくなるんで気をつけて、この辺をゆっくり抜いてあげてください。このぐらい抜きました。裏も耳縁もしっかりと抜いてください。で、続いて顔なんですけど、このね、目頭からこの耳の上の部分は若干毛を残します。で、ここはもうすっきり取ります。ここから下、このラインから下、目のところから耳の付け根の下、
で、まあ、あのまつげ残したい人とかはあれでいいと思う、残していいと思うんですけど、僕はもう普通のワイヤーステリアの顔を作りたいので、この目の中は取ります。もう眉毛の感覚はね、もうお好みでって感じなんですけど、で目尻からまず下に直角に落としてもらっていいです。でもこう感覚で抜いてるんですけど、ちょうどね一番最後に天心の顔を抜いた時、ベリーショート抜いた時の一番最後に抜いた毛がこんな感じで一枚ペタッとくっついて剥げないぐらいまで伸びてきてくれる。これでも1センチないぐらい、この状態でこのベリーショートの部分はサイクルを作っていきたいと思ってます。なんでこの毛が出てくるまで今待ってました。あのショーに出す場合は常にあのボディ触る時もね、ベリーショートを抜いてこう短く作っていってもいいんですけど、そしたらどうしてもね赤みがこう見える状況になるんで、まあ、あの家でトリミングする場合は、まあ、なるべくそのハゲてる期間を短くしたい、なんていうの、痛々しくないように見せたい場合はちょっと時間空いてね、 もっさりした時間が多くなりますけど、こうやって調整してやってやるのも一つの手かなと思う。でこの状態から始めていったらずっとこの状態をキープできるんで、見れてないな、もうちょっと前に行きます。こんぐらいか、こんぐらい、こんな感じで、こっからここより下、こっからまっすぐ下で、こうちょっと音かな、高すぎて見えないけど、顎下で、このひだのここまでをしっかり抜いて、でね、よくねプラッキング研修はプラッキングするのはストレスかかりませんって書いてあることをたまに目にするんですけど、慣れてなかったら絶対ストレスかかりますよ。だって毛抜かれてますもん。だからプラッキング研修だからプラッキングがストレスかかんないってことはないと思う。自然に抜ける分はストレスかかんないと思いますけど、こうやって触ってたら嫌なものは嫌だと思うんで、あの嫌がることが悪いことじゃないと思う。取れてなかった、取れてなかった、ベリーショートで、この毛、まあこうちょっとかぶせて、本当は取った方がいいんですけど、後で取りますけど、ここのこの1枚毛を乗せてる部分じゃなくて、ここの赤い部分は毛と毛がこうやってね重なり合ってるんで、そこはしっかり抜いとかないといけないんで、まあない状態で少しずつあの下から生えてくるのを待ちます。でここの部分まだ触ってないんですけど、ここはシャンプー後触るんで、次はここ肩
の部分をここよりね、まあちょっと抜いてみないと分かんないんですけど、ここより若干長めに抜きたいなと思います。まあ、こんな感じ。余談なんですけど、今日嬉しいことに、やっとコンビニで味噌菌を見つけたんです。なんでお昼ご飯は味噌菌を食べます。どういう余談でした。2、3枚かな。ですけど、ここの部分というのはちょっと後でね、あのブレンディングでぼかすんで、ちょっと残すのに、ここは残し目にしてるから、ここはもう取っていいんです。足なんで。多少浮いてる状態っていうか、残してるのは、どっちにしろ今日シャンプーするんで、シャンプーして苦労したらまた余計な毛が出てくるんで、下手に全部取りすぎるよりも若干残しておいた方が後で抜きやすいっていうのもあります。で、続いてお尻。あれ、膝の後ろから肛門の横ですね。ここの付け根ぐらいこういうふうにしてもらって、でここも触ってなかったんで1枚ぐらい残せると思います。これを残さずに1枚残さんかったら、まあよくあの美容室帰りの、あの猿のお尻みたいな真っ赤っかなの。でもあの、あれぐらいしっかり抜いた方が本当はいいんですけど、お家でやってみて、こう常にいい状態、まあ常にいい状態ってこうやって伸びてる期間があったんで、これをいい状態というか分かんないんですけど、そうじゃない。でこのこっち側の体の毛流とこのお尻の毛流がぶつかるんで、ここはボディ、ここを抜くときに今度調整するんで、ここも若干残しておいて、まあ中一枚ぐらいで止めておきます。でテールの後ろしっかり抜いて、テールの後ろをしっかり抜くのは、こうテール上げた時にかっこよく見えるので、しっかり抜いて、で1本目の動画はこのぐらいで終わるかな。お腹出たんで味噌菌食べたいなと思います。でこうやって尻尾出てるけど、まあ尻尾もね、あの好き好みがあると思うんです。ヒョロンとね、なんていうかな、細い人参みたいな尻尾が好きな人もいれば、大根みたいなちょっと厚めの尻尾が好きな人もいると思うので、それは、オーナーさんの感覚で調整していただいていいと思います。幅は太くの部分が好きかな。ただ幅は太くでもいつもこのテールの裏はね、僕しっかり見てます。この部分がね、しっかり汚れるんです。
ということで一旦止めて味噌菌食べてきます。ショックなことが、味噌菌ラーメンと思ってたら味噌菌飯の方でした。まあいいや、という残念なお知らせでございました。